北海道夕張鹿島高等学校は、かつて、北海道夕張鹿島赤市町に存在していた、同立高等学校。三菱石炭工業大夕張鉄道線、赤市町駅が、付近にあり、本校生徒の利用も見られたが、同駅は1973年12月16日の、道線部分廃止に伴って廃止されている。赤石町駅前には、微鉄バスの赤石町停留所があり、 並行当時運行されていた。2014年3月、夕張シューパロダムの試験淡水開始により、鹿島地区の大半は固定に沈んだが、本高級高地は高台に立地していたため水没は免れることから、鹿島地区各地に残されていた並行記念碑道路開通記念碑戦没者慰霊碑罵倒、観音などが同地に集められ、新たに、 鹿島眺望公園が整備された。本校校歌を刻んだ北海道立夕張東高等学校記念塔も建てられている。同公園隣を新たに付け替えられた国道452号が通っている。眺望の名の通り、完全にシューパロコを眺め夕張岳を望みつつ、往年の大夕張を忍べる場所となっている。 シューパロコ、北海道夕張市ホームページ、www.city. u a r i .lg.jp2020 年11月7日閲覧、ありがとうございます。